チャオあっちゃんキッチンのお時間ですっていうことでね、またね今日も暑いしね、暑いから、簡単に作れる火を使わない常備菜また作りたいと思います。この前ねちょっと前に作ったキャロットラペの、調味料ちょっと変えて違う味で作りたいと思います。多分ね美味しくなると思うはい、ボウルに人参をしりしりします。今回ちょっとね人参細いの4本あったからこれ使います。人参ちょっと洗ってね、これも洗ったんで、気になる人は剥いてくださいやけどもね、皮できれば剥かない方がね、栄養は絶対剥かへん方がいいから、これをね手を切らないようにスライサーでスリスリシリシリしてください。人参シリシリして、夏はね、台所立つのが暑い、蚊も出るしね、だからちょっと涼しい時間にねさっとこういうの作っときゃね、晩ご飯だからご飯が楽やん。これから夏休み入るしさ、また子供がねご飯食べるし、昼間ね一食増えるし、いろいろ常備菜作っとくと楽です。うちの子食べるかどうか知らんね、もう野菜も食べへんからさ。でもみんなの家族のね、お子様たちは多分お野菜を食べてくれるでしょう。だからやってみてください。はい。よいしょ、よいしょ。で、ここにね、塩。塩を、適当。よいしょ。適当に塩入れて揉みます。でちょっともんどいたらしんなりしてくるからね、しんなりしてくるまで放置、しんなりさしすぎへん方がええねん。なっちゃんはこのちょっとシャキシャキ感の方が好きやねんけど、まあ、人参臭さっていうのを消すのにもね塩をしとくのがいいんですね。これ塩ね小さじ、人参、まあ適当やな、太い人参やったら2本とか3本ぐらい、細いの今4本使ったけど、まあ、これぐらいの量やねんけど、小さじ半分ぐらいかな、塩とりあえず。で、小さじだから 1.5 ぐらい使って作るから、結局これ洗わへんからね。よいしょ。で、ちょっと置いときます。もんでいいかな。ではね、調味していきます。調味って調味料を入れていきます。白ワインビネガー。ホワイトワインビネガーを適当に大さじ4ぐらいかな、多分。で、蜂蜜。蜂蜜もね、適当にあんまり甘すぎだからね、小さじ1ぐらい、1から 1.5 ぐらいで、塩も 1.5 ぐらいやけど、塩ね使おうかな。塩お姉ちゃんがねちょっとこだわりたいでね、アルペンダリス小さじ1ぐらい、このようにね
オリーブオイル、オリーブオイルを入れましょう。はい、オリーブオイルはトリュフオリーブオイルを、これもね大さじ4ぐらい、でちょっとお湯に入れます。いい感じ、いい感じ、上品な味。でブラックペッパーを、ブラックペッパーを入れましょう。いい香りそうね。これでね、保存容器なんか入れといたら完成だけど、今度はね、ジップ入れとくね。ジップ入れといたら、またさ、ナスの時と一緒で空気抜いたらしっかり浸かるからね。漬物とかはジップで漬けたら、こうさずにね、入れやんともったいない。これが漬け汁やからね。これをピューッと蓋して、これもね、空気を抜いて、前ね、テレビでね、これやってたけどね、テレビの人はストローで吸い出しとった空気を。こんな感じにね、空気抜いといたら、しっかり浸かるから。で、これでもうね、冷蔵庫入れとくだけ。で、完成です。完成ちゃうわ。これでね、1日ぐらい漬けといたら、味がすごく染みるから、美味しいからね。はい、冷蔵庫入れときましょう。